フライホイールを軽く手で回してみます。ちょっと軽くと言ったけども強く回してみましょう。こんな感じですね。なんか最後までちょっと回りきれないような感じ。ちょっとだけこれ指で軽くしてみましょう。軽く回りますよね。ちょっとだけ。ということはこれスラスト方向に何か負荷がかかってるんでしょうね。ちょっとこの何て言うんですか、調整をしてみましょう。フライホイールのこうスラスト型をなくす調整があるんですけど、それがきつすぎるかもわからないので、調整してみます。ここのとこ調整なかったですね。だからフライホイールのスラスト、ここですね、ここをちょっとだけナイロンワッシャーを入れて少しだけちょっとこの向けに、浮かすようにしました。こっちのプレートですね、こっちのプレートを少しだけ、ここにナイロンのワッシャー入れて傾けました。本来ならばこれ全部こうしないとちょっとモーターとしておかしいですけどね。まあとりあえずちょっとだけ、多分軸受けにしたらコンマ1とかコンマ2ぐらいじゃないかなと思うんですよね。スラスト型はないですね。ちょっと見てみましょうか。ものすごくなんかよく回るようになったと思いますね。ちょっとこれこうしてやっても一緒かな。あ、まだちょっと、まあいいわ、ちょっとワンフラッターを測ってみましょう。